ヒーロー対戦ということで、歴代の仮面ライダーの皆さんも出ているんですけど、去年のスーパーヒーロー対戦よりもまたさらに面白い作品になったと思いますので、今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ありがとうございます。桜井優斗役、中村雄一です。デオが終わって、本編が終わって約8年経ちますが、こうやってまた、大好きなライダーの映画に出れるというのは本当にすごく嬉しく、そして、本当に心の底から愛する仮面ライダーゼロの桜井優斗をまたできて、本当に幸せに思います。本当に本編は熱い物語になっていると思うので、皆さん、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございました。シジマゴン役の稲葉優です。とても本当に面白い作品が、各いろんな世代の仮面ライダーたちの、熱い戦い、すごい強敵との戦い、そして、衝撃のラストという、とても 見応えのある映画になっておりますので、皆さんどうぞ楽しんでいってください。本日はよろしくお願いします。どうも、犬飼君役の半田健人です。去年のですね、仮面ライダー大戦に引き続き、こうして今年も、映画の方で読んでいただきまして、またいい変身ができたなと思っておりますので、皆さん楽しみにしてください。どうもよろしくお願いします。はい、立花作役、天野光成です。そうですね、10年ぶりに立花作役に変身できて、すごく楽しかったですし、本編もすごく楽しい作品になっているので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。ドライブとしては2作品目の映画 で、先輩ライダーもたくさんのご出演されているので、気合を入れて撮影に挑みました。よろしくお願いします。ブラック将軍役の、高田です。非常にこの違和感あるね。違和感ある。見づらいよ、すごく。私もう30年以上ですね、前から仮面ライダーずーっと出会って、最近では息子たちがね、ずっぽりライダーにハマっている。そんな姿を見ながら、後ろから私もですね、昔を思い出して、その仮面ライダーの作品に今回出してもらうと、何の迷いもなく、ぜひとお願いしました。特にですね、今回の見どころはドライブとカメラで3号のね、あの人間、そしてサイボーグの、正義を背景にいろんなものを背負ったやり取りっていうのはね、子供でも分かりやすいし、大人でも入り込める素晴らしい作品になってます。ぜひ、ちょっと待ってください。昼カメレオンもですね、お見逃しなく楽しんでもらいたいと思います。よろしくお願いします。仮面ライダーブラック、みなみこうたろう役、倉田哲夫さんです。どうぞステージにお越しください。前にですね、仮面ライダーディケードで、ダブル変身をしてから、倉田哲夫が南光太郎やれば
日本の特撮ファンは元気になると言われ、このオファーを受けました本当に脚本の段階からですね、僕らしいセリフと、あと柴崎監督に、熱く演出してもらいましたので、仮面ライダーとは何たるかを、この映画で伝えることができたと思います、皆さん楽しみにしてください。ありがとうございました。まずは竹内さんお願いいたします。はい、今回先ほどのご挨拶もありました通り、はい、多くの先輩ライダーと共演されたわけなんですけれども、ね、はい、今横にいらっしゃいます、はい、何でしたか。僕はですね、はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。僕はですね、ちょうどビデオで仮面ライダーブラックを見ていて、生まれてないもんね。生まれてないんですよ。生まれてないんですよ、彼は。僕のお父さんとかがハマっていた。彼はね、初日にね、僕と会った時にね、初めまして、僕のお父さんが倉田さんの大ファンなんですお父さんいくつって言ったら45って言うんですよ、はい、僕の一つ下だよね。そうですね、そうです。だからそのビデオで見てた人と共演するってことはすごく嬉しくて、やっぱり共演してその一緒にお芝居をしたシーンとかは、なんですかね、あ、これが仮面ライダーだという感じで、自分の仮面ライダーまだまだ薄いなという感じがして、まあこれからまだ僕、そんなことないよ、そんなことない、もう今ドライブの時代だから。そうですか。まだ僕あと半年ありますけど、まあ、本当にしっかりとした仮面ライダーとして成長できるように頑張らなきゃなという気持ちがありましたね。すごくセリフの一つ一つが重くて、本当にお芝居やってるのに気持ちがこう震えるような感じになったので、やっぱりすごいなと思いました、はい、やっぱり仮面ライダーの絆というか愛が伝わった形ですね。割と熱いシーンが多かったので、すごく楽しかったです、はい。6年ぶりに仮面ライダーブラックへ変身されたということで、はい、けれども改めてのご感想いかがですか。恥ずかしかったです。そうなんですか。いや、ちょうどです。あの、この変身はいつやってもですね、熱く血がたぎるというか、この昭和ライダーとしてね、ブラック、RX と、2つのライダーが僕の中にありますが、素晴らしいものを見せられたと思います。ファンの皆様もすごく楽しみにしていらっしゃると思うんですけれども、そのファンの皆様からの期待というのはどう感じていらっしゃいましたでしょうか。そうですね、6年前のそのダブル変身という、2人の南光太郎が同時に変身するという、大変なことをやってしまった後に、今回ちょっと、プレッシャーもありますが、だけど、もちろん、楽しんでいただけると思います。オファーが来た時、先ほどもすぐに引き受けてくださったとおっしゃってましたが、はい、改めてこうお気持ち、ご感想はいかがでしたか。まあ、気持ちよくオファーに対しては引き受けさせてもらったんですけども、やっぱりいかんせんね、顔が私どっちかっていうとヒール系じゃないんですよ。どっちかっていうとベビーフェイス系なんで何笑ってるとよく言われるんです。ですから、まあ、歴代のブラック将軍のあの迫力をちゃんと継承できたかなっていうのが、若干ベストは尽くしましたけども不安ではあるんです。そこはやっぱり観客の皆さんにね、じっくり見ていただいて判断をしてもらうと。なるほど、委ねますから皆さん。かしこまりました、今でも素晴らしい迫力だと思うんですけど、ただ決してくしゃみをしないでくださいね。その間にいなくなっちゃうから、これスクリーンから目を離さないでしょ。かしこまりました、見逃さずにということでございます。ありがとうございます、はい、実際仮面ライダーの高田さん、はい、撮影の現場っていうのは、また数々の撮影の中でもいろいろ特殊な特別なことがあるというふうに聞いておりますけれども、はい、撮影どのような気持ちで臨まれましたでしょうか。私ですか。はい、まあとにかくこう悪の象徴ということと、でこうセリフがこう文章としてはほとんどなかったので、こう命令系とかね、こう相手を威嚇するとかっていうね、これは私にとって得意中の得意なものですから、全く違和感なかったです。でスッと入り込みましたね。ただ周りにこうやって皆さんいらっしゃるんで、ライダーの方がかなり緊張の中でね、どう自分をコントロールするかって大変でしたね。だけど高田さんとブラックかぶりで最初にちょっと対決するんですけど、迫力ありました。もうそう言っていただけると大変嬉しい、ありがとうございます。